さあ大活躍だったこの1年を振り返って、オーサムシティクラブさんにとって今年の一大ニュース何だったでしょうか。紅白初出場ですね。聞いた時はどのようなお気持ちでした。いやもう大号泣してしまいました。ポリンは大号泣してましたね、はい、こっちはもう意外と周りにいる人は冷静になっちゃうんでのポリンがすごい泣いてる横でよかったよかったね。でも嬉しかったですね。嬉しかったです。ポリンさん、その涙のわけというのは。なんか本当にこれまでいろんなドラマ苦難があったりして、でも本当にみんなの支えのおかげだったり、メンバーをそれぞれ信じて、自分たちの感性を信じてここまで突き進んできたことが、なんかようやく報われるような気がしていて、本当にほっとしたし、やっと皆さんに恩返しができるなっていう思いでいっぱいになって涙してしまいました。その紅白初出場の方を聞いた時からちょっと時間が経ちました、うん、本番もまあ迫ってまいりましたけれども、今の紅白に向けての思いというのはポリンさんいかがでしょうか。そうですね、本当にまだ未だに夢のようなんですけれども、まあ、私たちのバンドとしての集大成をその日は見せられたらいいなと思って、一生懸命演奏したいなと思っております。モリシーさん、アタギさんはいかがですか、紅白に関しては。そうですね、なんか夢のようだよね、うん、そうですね、2年前僕はモリシーの実家で、モリシー抜きでモリシーのお父さんとお母さんと僕3人で紅白を見まして、なのでモリシーのお父さんお母さんにも恩返しできるなと言いますか、はい、すごい嬉しいです。ちなみにその時の大晦日、モリシーさんは何をしてたんですか。僕はあの新宿のライブハウスでカウントダウンパーティーに遊びに行ってましたね。らしいね。いない中ご実家に畑さんが行ってと。そうですね、そうです、うん、はい、お刺身食べて。そう、お刺身食べて、仲いいんですよ、うちの両親と。でもね、モリシーさんのご両親もモリシーさんは喜んでらっしゃいますよね。そうですね、喜んでました。でも意外とあの僕もあんま顔に出ないタイプなんですけど、うちの両親も顔に出ないタイプでよかったねって言ってたんですけど。でもあの LINE いただきましたよ、モリシーのお母様から、ね、おめでとうみたいな。ポリさんもモリシーさんの、あ、もう親御さんとつながってるんですね。マブだ、第二の母のような。、はい、そうなんですね。